だから LINE とかでも変わんないですよね。もうスーッとした顔して、あ明日よろしくお願いしますとかね、ぴょんってびっくりマークつけて送れるし。 はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですねあの、ナイルパーチの女子会ですね。こちらには終わりましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。こちらの BS 東京ですね。あとあの、BS つけていらっしゃらない方は TVer とかでもね、見れると思いますので、もしよかったら見てくださいって感じですね。じゃあ、お話しすることがこちらですね。今日はネタバレ中、あのー、ワードを使ってセリフをガンガン抜き出したりもしてるんで、見てない方はね、見てからあのいらしてもらったら嬉しいですって感じですね。で、あと、あのま、総評で、 言えばね喋りたくドラマ、喋りたくなるドラマと。だからそれこそあのー「今期ドラマ何が面白いの?」って言われたら「今期ね面白いの多いんですけど何?」って聞かれたら「ナイルパーチ」って言っちゃうよなみたいな <laughs> そんな感じの位置取りですね。ただまあ今日のドラマとかを見てるとそこどんなドラマ好きって言われて「あナイルパーチ」だよって言われるのは自然だけど「ねえねえって」と。 あのナイルパーチってドラマがあるんだけどさ知ってるっていうのと全然その関係が変わってくると <laughs> そんな感じもちょっと思いましたって感じですねはいじゃあ雑談こちらでいきますねで まあ、もう今日に関してね、時系列順になんとなくこちょっと思ったことをメモしていったって感じの、そんな感じの紹介の仕方になりますので、よろしくお願いいたしますと。で、まずはですね、これ登場人物表出しておきますかね。何も期待しない、されない関係って意外と幸せかもと思ったのは、このキャストさんですね。えっ、ー、と、こちらの翔子さん演じられる山田真帆さんと、えっ、ー、と、こちらですね、えっ、ー、と、丸尾さんの関係ですが、えー、とそう見えたと。だから、そのぐらいはやっぱが一番やっぱりちょうどいいのかなと。うん 思うって感じですねだから今だとやっぱねみんなに知られてみんなの人気者になりたいってで実際に人気者になられてるねあの一般の方とかも結構多いんですけどやっぱねみんなから知られれば知られるほどなんか辛いよなと思って <laughs> ね極端な話その丸尾さんとかなんかよく団子とか食ってますけど団子食ってうろうろできる方がいいよねっていう <laughs> その団子を食ったことに対していちいち言われてもっていうのもあるし。 だから、なんかね、難しい時代だなと思います。まあ、楽しい時代なんですけどね。はい、そんな感じですと。うん、でもいいよな、うん。はい、じゃあそんな感じ。で、あとは今日に関してはですね、あの、弟、山田さんの弟役ですかね。あの、こっちのキャスト表には載ってないと思うんですけど、2人出てきましたね。あの、弟さん役と、あと、お父さん役ですね。あの、水川あさみさん演じられるえりこさんのバックボーンとして、 二人出てきうんだから存在感がある役者さんってうーんだからやっぱ顔とかあれとかじゃないよねうんそのお芝居がどうしたらどう見えるとかうーんまあだから存在感を出すのが俺技術だと思うんですけどね役者さんのはいでどちらもねいい役者さんえっ、ー、と諫早幸作さんって方とえっ、ー、と自分知らなかったんですけどえっ、ー、と田村泰次郎さんって方ですねうんそれぞれねバックボーンその 自分も,もうね、ちょっと、あ、この人、この人、どこでやってたのかなって言ったら、すぐ調べるタイプなんで、そういう意味では、エリコさんと同じタイプですね。同じタイプですので、その辺を調べてみても楽しいかもしれませんって感じですね。今後出てくるの、本当楽しみですよね。うん。そんな感じですと。はい。って次がですね、えーっと、会社の人、頭に役目を載せる演出ですね。なんか、あのー、名前にこう、なんだかプレートみたいな札じゃないな。なんていうのか、ちょっとわかんないけど、<laughs> 載せる演出ですね。これはね、あれ思い出しちゃったんだよな。 ちちょっっっっとと評判の悪かったたんだっけ忘れちゃった <laughs> 後に載せときますね <laughs>、うん、それを持って好きか嫌いかって言ったら最初今日3回出てきたんですよね3回出てきたんですけど1回目えこれやるっていうのとでああそういうことそういう感じで使うんだと思って最後にもちょっと出てきたって感じですね、うん、この辺に関してはちょっと好き好きだろうねやっぱ分かりやすいですけどねなんからちょっと古臭いのかなと逆に思っちゃったって感じですねだからその 主人公の思いを、あのー、演出するために他の人に、まあ、昔であったらちょっと目線を入れたりとかね、うん、それなんでなんで見たのか分かんないけどそれに関してはちょっとどうかなと思いつつもまあって感じですねそれだけどまあそれぐらいですよね逆に言ったら引っかかったもんはね、うん まあでも今後、あだから使ってるんだって感じになるのかもしれないしね。うん、その辺はちょっと楽しみですって感じですね。で、次、こちらですね。やっぱりロングショットの使い方が好き。だから誰かが、誰かに見られてるっていう演出の時もあるし、今日で言えば、あの、マンションを見つけた時ですね。うん。えりこさんがマンションを見つけた時の。 ロングショットから、あとはちょっとズームしていってんかなちょっとよくわかんないですけど、ズームを使いつつ、ピントを合わせつつでやっても、まあ手持ちなのかなとかね、これはね、本当にどうやって、どう撮影してんのかなみたいな感じで、なんからそういうのもちゃんとうまいこと使われてるなっていう感じですね、うん。ああいうのちょっと憧れなんですよね、自分としてはね。あれ、ルビッチ風っていうのかな、うん、<laughs> ずっと手持ちで仲回しでこう。 って感じですけど手持ちって感じもしなかったのかそれか手持ちでもめっちゃうまいカメラマンの方なのかもしれないですねそんなことをぼんやり考えてましたって感じですね、うん、あとはこの辺の感じで、まあ、前半の方になるんですかねだから追うもの追われるものの話にもなってると、うん、だからそういう意味ではそのなんか追跡者とかねなんかよく。 あのテレビでやるだから「追われる」の話っていうのはやっぱ基本的にはみんな見ちゃうんだろうなと思って、うん、シンプルで捕まるのか捕まらないのかとかそれこそねあのアフリカのあれでいったらそのなんか鹿かなんかがなんかチーターかなんかに追われててうわーっていうねガブって食べられちゃう場面とかそういうのはやっぱ見ちゃうよねっていう、うん、そんな感じで思いましたって感じですね。 うん、怖いけど見ちゃうというね、うん。そんな感じですと。で、あと、こちらがですね、あんまり載せない方がいいんじゃないこれなんだっけああ、これあれですね、載せるの感じが間違ってますけど、あの、エリコさんが翔子さんのことですね。こちらのエリコさんが翔子さんのことを心配して、まあ、スマホの、あの SN、SNS のことを言うと、うん。そんな感じですね。で、自分がちょっとうまいなと思ったのは、え、2、3日帰ってた。いや、たった2、3日かよって、これ時間経過がちょうど出てな、出てたのかな。 何日ってはっきりは示してなかったんですけどいやーちょっと実家に帰っててさって言ってやってる側ですねもうこっちの人はもともとズボラっていう設定でもともとねあのー、見てる側は知ってるじゃないですかでそういうこともあるだろうしってでもまあ1週間か10日ぐらいかちょっともう,ちょもうちょっと時間経過したのかなと思ったらいや23日しかいただけってそこがでこういった これをポンと入れてくる。ここはうまかったですね。うん、うまいとうん思いました。うん、そんな感じわかるかな。<laughs> 言ってるから互いの時間の相違ですよね。だからうん。水川あさみさんのえ,え,えりこさんの方でもうん、どんどんだけ連絡ないんだよ。ってずっと言ってる方はそうだけど、こっちの方はただ23日っていう。うん、まう、あ、まいですよね。ここねここは良かったですよね。本当ねうん。 で次で次すね結婚ししてて SNS 羨ましいんじゃないだからこの辺はもうちょっとこのドラマのテーマにもなってくると思うんですけどねうんやっぱ自分もそうですもんね結婚してる人ってなんか羨ましいんですよねうんでも傍から見たらね独身でブラブラやってて餌好きなこと言っていいじゃないと思うかもしれないけどまあ基本はやっぱないものねだりのところもあるだろうしそんなもんだろうなっていう,うこれはなんとなく、うん、そりゃそうだなみたいな。 でもそこもちゃんとセリフとしてちゃんとそこに関してはちゃんと起こしてあげるっていうのがなんかいい感じだと思います。はい、そんな感じですね。だここの面白さを分からせる意味でもですね、うまいセリフじゃないのかなと思いましたって感じですね。あ、これはあの編集者が、あの、信川さん、すかの信川さん演じるあのね、あの女性編集者の人がって感じですよね。 そうかのまたちょっと雑談になりますけど、あの編集者さんはここに載ってなくて、この並び順でも丸尾さんの次、この内上さんって方ですね、あの杉下さんと高杉さん、だから結構絡んでくるのかもしれないですね。うん、そんな感じです。この人も出てきたかなまだ出てきてないですよねうん。で、この人はまあもちろん大活躍するでしょうしっていう感じですよね。うん、そんな感じです。で、次がですね、えっ、ー、と、あなた私は思い 私思い込むと周りのこが怒ってるよねこの辺は本当にもうずん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 ね視聴者さん側をね引きずり込んでいくところですけどこれねあれですよね自分が思ったのは私が私思い込むと周りが見えなくなっちゃうのってちゃんとエリコさんは自分の悪いところを知ってるんですよね知った上でちゃんとあのー、丸尾さんと付き合いを付き合っていこうと思ってるとだからその 自分の悪いところも分かってるっていうそのなんだろうな賢いところですよね賢いところがあるところは怖いっていうかでも普通の一般の人とかでもみんなそうだと思うんですよね私はものすごい小悪だなって思って でやってるる人もいるかもいいかしれないけど基本はちゃんと分をね SNS にしても、まあ、コメントするにしても何にしてもちゃんと分を分けまいてますよと思ってやってるつもりじゃないですかっていうもこれでね発信してますけど一応分を分けまえてやってるつもりだけどそれも見る人によっては全然違って見えるだろうしと。うーん それはちょっと思いましたねだからそこの感じがちょっと怖いんじゃないのかなと。だからいわゆるその、まあ、迷惑ね、なんとか YouTuber だとかね、そういう感じじゃないってことですよね。誰もがそっち、まあ、ベタで言ったら誰もが加害者になり得るという感じですけど、それよりもうちょっとこう、ふわっと。 したこうもにゃっとした感じでリアリティがある風に見せていくと、うん、だからこれだから面白いんじゃないのかなと思うって感じですよね、うん、でしょうこさんから分かってくれると思ったとだからこれもちょっと怖いんですよねうんだから人間っていうかまあ人の矛盾してるのはその分かってもらいたいっていう気持ちもあるしでも分かってもらいたくないっていう気持ちもあるしそうですよね だから知らない人に自分のことを知ってもらいたいと思って発信するっていうのが SNS のあるのね、まあ、ある意味承認要求的なものもあるのかもしれないですけど、とともにお前には分からんだろうっていう気持ちもみんなにあるだろうし、いや、難しいよなと思いましたって感じですねうん。だから自分のことをちょっとやっぱ考えますよね。だからね、うん全く SNS ね、してない人だったら、だったら怖いのよ、SNS はってなるけど、実際自分でやってる人からしたら、 そんなな悪いいとこばっかでもないしねうん、まあ、実際エリコさんにしても最初山田真帆さんのね SNS を見て癒されたりもしてたわけだしうんで実際にね声かけてくれて面白かったですって言われたらやっぱり多分嬉しいと思うんだよね。うんそれもいやそりゃそうだろうしなと <laughs> 難しいところですよねっていう感じですねで。あとはねちょっと面白かったのは電話のシーンですね。あのー これ誰だっかな二人かな丸尾さんとこっちの丸尾さんですね。旦那さんの丸尾さんが話してた場面なんですけど、実家とあれで話してたんですけど、どっちもなんか飯食いながらとか、なんとかしながら話してると。だからその感じがちょっと,ちょっと面白かったと。だから LINE でのやりとり、まあ今日で言えば LINE でのやりとりですよね。あとビデオ通話も出てきて、コミュニケーションの手段がいろいろあって、でも、なんだろうな。だから電話って、 で、もうできてからどのぐらい経つのかわかんないんですけど、この電話に関しても最初はなんか人からに、ね、その相手の顔が見えないで、電話の声だけが聞こえるって怖いって多分なったような気もするんですよね。だから、それをなんか映像でなんか見せてくれたなって感じがして。だから電話っていうもの自体もなんか不思議だよなぁと。とうん、ちょっと思ったって感じですね。寝っ転がったりね。あの。 あのなんか頭かきながらとかでも平気で「ああそうなんだ」とか言えるじゃないですか <laughs> 声だけで言ったら <laughs> 言えるしうんそれは変わんないよなとだから LINE とかでも変わんないですよねもうスーッとした顔して「あ明日よろしくお願いします」とかね <laughs> ピョンってびっくりマークつけて送れるしうーんそういう面白さはあるよねという,うんだからあの固定電話を引っ張り込んでるあのアングルも好きでしたしね <laughs> だから、うん、そういうのもやっぱ書きたいっていう感じだしまあその映像の監督さんとかがそこも見せたいっていう感じにもなったのかもしれないですね。うん。はい。で次がですね、えっ、ー、と今、まあ、13分ですね。派遣切りしたからこれもちょっとぼーっと見たらあっと思ったんですね。だから上を見たらりがないわよは言えるけどそのえりこさんが下を見たらりがないわよってそれもそれでなんか。 なな言葉でですすよねねどどっちも同じっちゃ同じじんですけど、ね、か上も下もどっちを見てもきキリがないってことなんですけどこれをセリフで言われたらちょっとドキッとするってセリフですよね、うん、下も下下としてちゃんと下は下としてちゃんと見てるっていうエリ,エリコさんの世界観もあれですよね、うん、上下に見ないっていうのもあるけど上下でやっぱり見てるしね、うん、人は <laughs>。 そんな感感じじのいいいセリフだっったと思いますって感じですてでねこれ本、本ね原作にあるのかもしれないですけどね。で、次がですね、まあ、これもう本当にぼんやり考えたのとこの,この話と全然関係ないんですけど、やっぱり誰かにとって過ごしやすい世界は誰かにとって居心地が悪いものなのかもしれないと。うん、これはなんとなく感じることですよね。うん。だからこそ、 あのこのドラマが怖いのはえひこさんが本当に嬉しそうにしてたら逆ね傍観者から見たら怖いとか <laughs> そういう感じですよねその使い方ですよねでも実際そういうことってあると思うんですよねうんみんなで飲みに行っててもそうだろうしうんそんなんことをちょっと思いましたって感じですねだから同じ場面にいてもその人のバックボーンであったりとかその人の状態であったりとかそれこそね失恋してなんかさみんなで 出演し,して、他の人とワワワワって話してると、もうその笑い声自体が耐えられなくなるっていうのもあるし、結局自分と自分から見た世界しか人は見れてないってことですよね。そんな感じだと思います。まあ自分もそう思います。自分もそうですし、誰かをちょいちょい傷つけてると思いますけど、まあ頑張ってやりますよっていう感じですね。はい。で、次がですね、これ SNS、えー、っと、気をつけないと。またえりこさんがまた言うと、気をつけないと、気をつけないと,ないとってね。 でその <laughs> 時のエリコさんはあのこうこっちに向かってね、あのー、ビデオチャットをしてる感じでやってただけど分かってると、うん、それが怖いってあでもこれこの顔あれなんだよなあから夢その場面的にはあのエリコさんと、まああのー、ビデオでの、あのー、女子会 って感じになってたけど実際はその画面の中にあのえりこさんが映っててって感じになってあ最後あやっぱり SN SNS だったんだって感じになってるんですけどこれはどっちが良かったのかなこれ面白かったんですけどね、うん、分かってるってだからどっちかというかこの分かってるって言うけど分かってるっていう言葉はあるけどお前が怖いんだよっていう山田孫さんのお芝居を見せた って感じですねだからこちらに関しては笑ってても別に成立するのは成立するんですよねうん、そっちの方が普通かもしれないしね、うん、ただそれだとあのドラマ的に分かりづらくなるからちょっとムッとしたのを見せたのか見せたけどこっちのえりこさんが気づいてないっていう風にしたのかもしれないですねうん。でもこの単純にはまだんの押しばいいですよねうん。お前が怖いんだよと、うん、心の声があるんだったらそこですよね <laughs> <laughs> そんな感じでこの辺面白かったもうこれあと最後ですねおひょうの由来調べたら出てきたとまあ自分もそういうタイプですねいい役者さんがいたらどこでやったのか調べるタイプですし、うん、あとはそのこれはこうなんじゃないって思う感じのその勘違いっちゃ勘違いなんだけどでうんそれはそうですよねそれは分かんないよね、うん、こういう意図でやってるんでしょっていうのはそ,のそれぞれの認識感が違うしうん そんな感じですかね。うんとにかくね、話もね、楽しく見れたと。うんあとは、身の回りにね、これが面白かったよって言える友達の一人ぐらいはね、作りたいもんだなと。<laughs> <laughs> そう思って、えー、とこちらのことですねますますまた楽しくなるかもしれませんあと何話やるのかなうん5話ぐらいで終わるのかなもしかしたらねうんその辺も含めてですねうんどんな感じになるかますます楽しみになりましたので皆さんも楽しみにしていきましょうということで花太郎でした失礼します。